レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、受胎告知、ウフィチ美術館収蔵受胎告知とは、キリスト教の聖典である、新約聖書に書かれているエピソードの一つ。聖告げ、諸女聖マリアの、お告げ、生信女福音とも言う。一般に、諸女マリアに、天使のガブリエルが降り、マリアが、精霊によって、キリストを妊娠したことを告げ、またマリアがそれを受け入れることを告げる出来事である。 マリアスーケイの思想を背景として、キリスト教文化圏の芸術作品の中で繰り返し、用いられるモチーフでもある。これを記念する祭日は東方に始まり、中世に西方に伝わった。現在もカトリック教会などでは3月25日、東方教会では4月7日を祭日としている。カトリック教会では、神のお告げと呼ぶ。聖教会では、聖神女福音祭とし、 12大祭りの一つである。受胎告知が記述されているのは、マタイによる福音書とルカによる福音書だが、それぞれ詳細が異なる。マタイによる福音書では、ナザレではない地で、ヨセフの夢に天使が現れる。マリアに関しては、天使による告知の記述はなく、聖霊による受胎をすでに知っていたことのみ書かれている。一方、ルカによる福音書では、 ナザレにて、天使ガブリエルが、マリアの前に現れて、受胎を告げる。ヨセフの方に対する言及はない。新約聖書における受胎告知は、旧約聖書中のイザヤ書の予言に基づいている。旧約聖書中に神が子を授ける例はたびたび見られる。受胎告知らしきものは、不妊であったマノアの妻がサムソンを授かる胸を天使が告げる、知識などがある絵画では、 この場面でのマリアは読書の最中であることが多いが、糸を紡いでいることもある。傍らには白い百合が置かれているが、天使が百合を携えている場合もある。二人の上には、天井からの光や、精霊の鳩が描かれることが多く、これによって、精霊によって見ごもることを示している。中世の作品としては、ランス大聖堂の彫像や、シモーネ・マルティーニの祭壇画が名高い。 ルネサンスでは、天井と地上の開口という遺憾にもルネサンス的な性格が好まれ、最も人気のある主題の一つとなった。サンマルコ修道院にフラアンジェリコが描いた壁画、レオナルド・ダ・ヴィンチによる絵画などが傑作として知られる。またイルグレコは受胎告知のモチーフを好んで描き、多数の作品を残した。聖教会においては、イコノスタシスの門に、この場面を描く決まりがあり、 作例が多い。ただし構図上、左右の扉に天使とマリアを分けて配するため、鳩など精霊を表す象徴は省略されることが多い。またこれとは別に、一枚の遺コにこの場面を描いたものもある。一枚絵の場合は、マリアが室内にいることを示す絵が背景に描かれ、また神、父を象徴する丸い光が中央上端、天空に描かれる。 そこから精霊を示す光が差している場合も多い。ありがとうございます。